寺島直正です日にちの日冠の下に軍隊の軍と書いて傘と読みます太陽や月の周りに薄く現れる光の輪のことですぼかしとも読みますぼんやりとした光はそこに何かがあることを教えてくれます 秋の傘、小田作之助。秋という字の下に心をつけて、憂いと読ませるのは、誰がそうしたのか、意味軸も考えたと思う。まことに物を思う人は、季節の移り変わりを敏感に感じる中にも、分けていわゆる秋の気配の立ち染めるのを、人一倍、しみじみと感じることであろう。 私もまた秋の気配を人より早く感じる方である。といって、物を思うゆえにではない。実は毎を徹夜しているからである。私の徹夜癖は十九歳に始まり、その後十年間この壁が治らず、ことに近年は仕事に追われる時など、ほとんど一日も欠かさず徹夜することがしばしばである。 それゆえ、およそ一年中の夜明けという夜明けを知っていると言ってもよいくらいだが、夜明けの美しいのは、やはり秋。ことに夏から秋へ移ろうとする頃の夜明けであろう。五尺八寸十三巻。すなわち痩せているせいで、暑さに強い私は裸で夜を過ごすということはあまりなく。 どんなに暑くてもきちんと浴衣を着て机の前に座っているのだが、八月に入って間もなくの夜明けにはもう浴衣では肌寒い。人々が酔いの寝苦しい暑さをそのまま夢に結んでいるときに、私はひんやりした風を肌に感じている。風鈴の音もにわかに清い、セミの声もいつか聞こえず、 部屋の中に迷い込んできた虫を夏の虫かと思ってうちわではたくとチリチリと哀れな鳴き声のまま息絶える鈴虫らしい8月8日立秋と暦を見るまでもなくああもう秋だなと私は感じるのである人一,一倍早く45年前の8月の初め 品の追い訳へ行っったことがあ老岩家は軽井沢靴掛けとともに浅間根越の三宿と言われ今は焼けてしまったがここの油屋は昔の宿場の本陣そのままの姿を残し堀辰雄氏室を再生氏佐藤春夫氏その他多くの作家が好んでこの油屋へ泊まりに来てことに堀辰雄氏などは 一年中の大半をここの大名部屋か小庄の部屋かで過ごしていたくらい伊豆・湯ヶ島の湯本館と同様作家たちに好かれた旅館であった10時何分かの夜行で上野を立った高崎辺りで眠りだしたが急にぞっとする猟奇に目を覚ました薄い峠に差し掛かっている 白樺の林が月明かりに見えた。ススキの穂が車窓にすれすれに、そして割れもこうの花も咲いていた。青みがちな月明かりは、まるで夜明けかと思うくらいであった。しかしまだ夜が明けていなかった。やがて軽井沢につき、靴掛けを過ぎ、そして追い分けについた。 薄暗い駅に降り立つと駅員が「信濃追い分け信濃追い分け」振り動かすカンテラの火の尾を引くような間延びした声で駅の名を呼んでいた乗ってきた汽車をやり過ごして線路を越えると追い分け宿への一本道が通じていた浅間山が不気味な黒さで横たわり その形がみるみるはっきりと浮かび上がってくる。まもなく夜が明ける。人影もないその寂しい一本道を少し行くとすぐ森の中だった。前方の白樺の木に裸電球がかかっている。鈍いその日の周りに秋の夜明けの静けさが傘のように集まっていた。 しみじみと遠い眺めだった。夜露に濡れた道端には高原の秋の花が可憐な色に咲いていた。私はしみじみと秋を感じた。暦ではまだ夏だったが、かつて極めて孤独な時期が私にもあった。あるよ、 暗い道を自分の寂しい下駄の音を聞きながら歩いているといきなり暗がりに木星の匂いがひらめいた私は何ということもなしに胸を温めた雨上がりの道だった二三日してアパートの部屋に金木星の一枝を生けておいたその匂いが 私の孤独を慰めた私は匂いの逃げるのを恐れてカーテンを閉めたしかしその隙間から肌寒い風が忍び込んできたそして私の寂しい心の中を静かに吹き渡ったそれが私を悲しませた一週間すると金木犀の匂いが消えた 黄色い花びらが床の間にぽつりぽつりと落ちた。私はショパンの雨だれなどを聞くのだった。そしてたばこを吸うと冷え冷えとした空気が煙と一緒に口の中に入っていった。それがなぜともなしに物悲しかった。 織田作之助秋の傘朗読は寺島直政でした。